まあ、非常にタイムリーな話なんですけども、あのさっきの震災があってですね、まあ、メガネをかけた状態でああいう、まあ、震災に遭ってしまうと、まあ、あのどこか行ってしまったりですね、あのメガネがないでこう避難するような事態になった時に、まあ、非常に困るんじゃないかなと思って、まあ、その予防のためにまず受けさせていただきました。まあ、実は結構長くてですね、もう3年4年ぐらい考えてたんですけれども、もともと目に何かするというのがすごい怖い人間だったんですね。あのコンタクトもしたことがなくて、なので、まあ、あのすごい悩んでたんですけれども、まあ、あのさっきの言った、まあ、震災ですね、ああいうことがあって、まあ、あのそろそろ決意するべきなんじゃないかなと思って受けさせていただきました。あの炎症とか、まあ、あのなんていうかな、感染症がないっていうのが一つ大きかったです。で、あの安心して受けられるということ で、それから私はあのプラチナイントラデーシック S ラインというのを受けさせていただいたんですけども、あの、まあ、障害保障ということで、あの非常に自信が終わりなんだなというところも、まあ、安心感があって選ばさせていただきました。あの正直ちょっと怖いなっていうのはあったんですけれども、あの時間にして本当に10分弱ぐらいですか、あっという間に終わりまして、あのまあ自分で何が起こってるかわからないぐらいのスピードで終わってしまったので、まあ、結局あのすごい平気でしたっていう感じですね。あの、まあ、今ちょっと癖でメガネつけっぱなしなんですけど、これ撮ってもあの全然もちろんこれどなしですからあの変わらないんですけども、あのびっくりするぐらい綺麗に見えますね。だいたい今そうだな、前にメガネかけてた時よりも綺麗に見えると思いますね。あの私はずっと小さい頃からメガネをかけてたんですけれども、素顔の自分の顔っていうのを初めてこう鏡で見たんですね。それも今朝なんですけれども、あの眼鏡かけてない自分の顔っていつもぼやけてたんですごい新鮮です。あのいろんなものが本当に新鮮に見えるような感じで、あの私の家族の顔もですね、私自身の顔も、あのこれからずっとまあこういう世界であの生きていけるんだなと思うとすごく嬉しい気分ですね。